はい、どうも楽しみ新聞班の時間ですよ。あ、じゃあ行きましょう。朝ごはんでございます。さあ、今日も行きますよ。焼きそばじゃんじゃん焼いていきますよ。天才焼きそばじゃんじゃん焼いていきますからね。今日は昨日のお客様ありがとうございました。皆さんありがとうございました。息子さんが山崎に勤めておられるそうで、木島君最近デイリー山崎の商品たくさん食べてるじゃないかって、いいぞありがとうねということで、これも食べてちょうだいなということでいただきました。あれです、いただきます。温めてさらに美味しいけど関係ない、ずっしりメンチカツバーガー取ってらっしゃいます。いやー最高でした。いろんなお客様毎日毎日会えます。近くの着付けがぐしゃぐしゃよと、ぐしゃぐしゃになっておるわよということで、素敵な女性美人の方全部脱がして着付け近くをすっぱだかにして着付けし直してくださいました。ありがとうございます。今とっても綺麗な状態です。本当に嬉しいです。シュッとしててすごい素敵、なかなか向けません。こういうとこです、僕のダメなとこ。そして山崎さんのしっかりされてるとこ。デイリー好きですからね、僕は。ありがとうございます。まずそのままいきましょう。いただきます。これはいいわ。あら、氷が入ってるから。ああ、これは食べたことなかったはず。ああ、美味しいわ。あ、出す。最高。あ、これ。これさ、企画の話だ。プロの仕事は違うよ。本当に。前から見てもピックスって綺麗だけど、後ろから見てもさ、襟のキュッタって見えるところ帯がクッタンってふわっとして遊んでるというか、帯がもう踊ってるあの感じ。あの感じ、この感じ最高だもん、ね、全然違うね。僕なんかわからんから、なんとなくで刺してる。その後さらにいろんなプチュンちゃんに見た目やかされて、いろんな人たちにいろいろやられてる。まず、この人形覚えてる？浅瀬近子だよ。もうこういう風にやってきましたよ。近くはなってきました。この人形知ってるかいと、ね、浅草近くだよ、そういう風になってきましたよ。とうとう1ヶ月も経ってないですけど、浅草に近くありと、そういう風になってきました。ありがとうございます。嬉しいです。何してくださった？
あ、おはようございます。準備中なんです。入って出て見てください。ありがとうございます。嬉しいです。まず今の方は観光者の方、フレンチトーストハム卵、これもスペース、ありがとうございます。なぜか朝開店前のこの時間帯、韓国人の方が多いんです。なぜ不思議。その後中国人の方が増えてます。不思議です。ありがとうございます。今日とっても美味しかったです。ごちそうさまでした。頑張っちゃいます。